さあ前回のパートでゆりさんが本性を表した引きよく、そろそろホラーのパートに入っていくんじゃないかなって思うんですがどうなんだろうあれ何これ前回あのゆりさんのを見てからメニューでセーブして終わったんでそっから始めようかなと思ったんですけどなんかよくわからんシーンが入ってきたなうー足が使えたよ もう少し休んで行こうかうんでも暇だなそれじゃあスマホで新しいゲームアプリ入れたんだけどやる <laughs> なんだ何を入れたんだえ動物の森か動物の森入れなのかお前<笑><笑>暇つぶしどころがすっごい長い時間でできるぞそれやり込みよったらえゲームやりたいお祭りを満喫しろやお前これなんだけどやり方わかるかな な、何これえな、ー、にこのゲームめっちゃレトロな BGM 流れてるミニゲーム2つ以上つがったアイコンだップをわクリ一度にたくさん消すとトーとくじゃんゃらねえよ同じアイコンを消すと特定になるゲームだよっていうかこのアイコンの顔ってああプレイヤーが写真を設定できるからみんなの顔入れてみたんだ <laughs> 勝手に何入れてんねんって話じゃん お兄ちゃん、こういうので遊んでるんだね。<laughs> ちなみに、俺のハイスコアが 2, 2万点なんだけど、それ以上出せるかなよーい、頑張るよ <laughs> やってみるけど、やってみるけど。 より難しかった件についてこれハイスコア取れるかな諦めるかうーんハイスコア取れるまで頑張れよそしたらいっぱい褒めてねお兄ちゃんは褒めてもらいたいかためにやるのがルナは負けず嫌いだないつでも遊べるんかい ここな別にどうでもいいだろうに好感度上がったでも好感度上がったのねでもごめんなルナちゃんもうストーリー進めたいからねあでもまだあれが来てないけんなたとり回った感はあるけど花火大会まだなんかまだっぽいわ じゃあ唯一行ってないジュース屋行ってみましょいめちゃ金使うねさ <laughs> あ買うぜそれじゃ好きなジュースを選んでね <laughs> まだキャラクターを選んでねまた来たけど <laughs> あ美味しかったいいかえたにゃーそれはよかった <laughs> 出るごちそうさんなんかねあれ この展開になんか <laughs>、綿たあめの時にもあったけど。ああわたあめの時にちょっと学習してるからね。何がやがこれ、捨ててきてあげるばっていうのがフラグにしか聞こえないぜ。うっ <laughs> またお願いしてもいいのははは。<laughs> もう何が目的か俺にはわかるぞ、お前。助かににゃーって聞こえてるけど。モテル君は心族をゾッとしているぜ。 まさか、ゆりさん。またかまたなのか二人とも、ここで待っててくれ。<laughs> どうする、てるくん。あの、追いかけている。ゆりさん。どこだ来た。いた。ほほ。はっ。あ、しまいました。また原稿班です。やっぱりー原稿班です。 えあ、てる。二回もその手でごまかすと思うのかも、お前。また手伝いに来てくれたのゆ、ゆりさん。そのー、袖の下には何が入ってるんですか何もないよー。ごまかそうとしてる。あっちまでごまかそうとしている。さ、みんなどこに戻りましょう、てる。あ、ああ変態怖え好感度下がった。 ゆうりさんの好感度は上がったかもしれんけど、てるくんの好感度は下がったぞ。よっしゃーこれ好感度上げたらもういいだろう。アナウンスまだかな一通り回ったけど。おなんだなにこのいい感じの雰囲気。ねえ、てるどうしたルナちゃんの。 好きなものって何かにゃルナちゃんの好きなものあ,あ、ルナちゃん金えルナの好きなもの今日誘ってくれたから何かお礼がしたくってわあいい子やでもまだお互いのことをよく知らないからテルに聞こうと思ってそっか俺たちもニナのことをよく知らなかったんだよな これから仲良くなっていけば趣味とかいろんなことが分かっていくのかもな。なにこのなんか恋愛ゲーム的な雰囲気。これからもルナと仲良くしてあげてくれよな。ニだ。えへへ、うん。それでルナちゃんは何が好きかにゃ。ルナが好きなものか。ははははは モロ俺って言うのかこれここで俺って言ってみたくなってきた <laughs> それは俺だよっていう <laughs> 兄貴認定のシスコンシスコンじゃないわブラコンそうだなルナは俺が好きだよ <laughs> え知ってる <laughs> 知っとんかい何か他のものがいいかにゃ他のものね 何かないかにゃ俺だよそれは知ってるよ他に何かなかにゃ俺それは知ってるよわ <laughs> かったよもう <laughs>。 ルナは猫好きやもんな。俺わだわだ、猫を選べばいいんだろうや。多分金とかさ、<laughs> 金とかそのあたり好きだと思うんやけどな。ルナはああ見えて、猫は好きなんだ。実際えようもん、飼いようもんな。猫そうなんだ、そうなんだ。家でも猫ルナを飼ってるしな。だから、ルナがニャーニャーに言ってるのは好きなんじゃないのかな。 なるほどにゃー。それじゃあ、私もくになって、もっとルナてにひっつくにゃなんか取れ方が違う気がする。あおあ,ああ。ルナちゃーん。はははは。どっかでに入てきたん、それ。その耳飾り。ルナちゃん、スリスリ。にゃーん、スリスリ。 おヘええー、お兄ちゃんニーナちゃんに何を言ったの <laughs> 猫が好きって言っただけなのにな仲早くなったのかニーナとルーナがもっと仲良くなれました <laughs> <laughs> なフだこれわあそうかこ感度んどマックスにしたけんこういうイベントが始まったんかな出てる今日は誘ってくれてありがとう。 ああ、ルナが急に誘ってすいませんでした。ねえ、ルナちゃんの赤い糸の呪いって、どうしてテロにかけてるのどうしてって。そりゃ、俺のことが好きだからじゃない俺が,夢のな夢俺が夢の中から出られるようにって、ルナがかけてくれたんですよ。そうだったの。夢の中とお外でも。 固い絆で結ばれてる運命の赤い糸なのねずるいわねルナちゃんばっかり嫉妬してるのユリさんユリさん嫉妬してるなはいああ私もテルに呪いかけたいやめてユリさんに呪いかけられたらなんか貧乏になりそう <laughs> 貧乏になりそうだもん これ以上な、まだ頼がろよ勘弁してくださいよてれはルナちゃんばっかり可愛がってつれいよだって妹だもんそりゃ妹ですから可愛いありますよ私はえゆりさん私は可愛いのああ、これは可愛いと言わないといけないタイプのやつ。ははははなぜ可愛くないっていう選択肢がある可愛いに決まってるだろうが美人だよゆ、 いさんも可愛いですよえっ、ー、そっさあちょろいな相変わらずちょろいなももちろんだよ <laughs> ありがとうテル変なこと言ってごめんねえっいいんだよゆりさんテルは私を可愛いと思ってるのねそれがきっかけただけでもステップアップだわがんばれば 幸せな結婚までちょっと待って。た <laughs> だ、かぼいて言った時のように、ステップアップするのはいいとさ、そのステップの階段がさ、こう、5段6段めっちゃ高いところまで上がった気がするんだけど。もっと仲良くなりました。やった。イベントも終わったかなあ,あ、来たようやく花火か。まもなく花火が始まります。花火が始まるよ。花火が始まりますよ。 花火見ないとぶっ殺すよ。テル、花火が始まるよ。花火会場に移動しよう。ああ。ルナ、えっ、ー、と、中身を通りを通って、花火会場に移動しよう。うん、うん。んどうしたあんたが花火楽しみしてたじゃないか。やり残したことだたってもうないよ。もう全部酔ってもたのに、ね。 そもそも全部寄らんかったら、花火って、花火の方行けんのかなって思っとったぐらいやもん <laughs>。あ、そうか、好感度を上げたストーリー進むってあったもんな。ロナちゃんの好感度全部上げたけんストーリーが進んだからみたいな感じか。よっしゃ、行くぜこっからホラーやぞみんな。ここまでどっちかってギャグとか恋愛ゲームみたいな感じになってしまっとったけどね。こっからホラーだぞみんな。あ、ゆりさん、お次回売ってるよ。 ほんとだー。ちょっと飲んでみようよ。寝てるやめろ、お前。飲んだ後の展開がちょっとやばい感じに気がするぞ、お前。いや、俺は飲めないし、もうすぐ花火が始まるから。っていうか、ニーナーもってな、ニーナ、何歳なんだ長いこと生きとるもんな、吸血鬼として。子供っぽいと思っていたけど、吸血鬼としたら、俺たちよりずっと年上なんじゃ。 お酒くださーいちょっと待ってーニーナちゃんいや、くっすーいや、でもね、えやー、店員の方からはさ、未成年だと思われるぞ、お前。ちょ花火始まるっていや、そういう問題じゃないです。ね、お兄ちゃん。どうしたルナ。みんなで先に花火会場に行ってて。えどうしたんだえ一人、別行動って。うん、ちょっと。 出るお金払って。そこも宝せるのか、お前。は俺が払うのじゃあ、すぐに戻るからね。えルナどうしたトイレかな <laughs> いや、絶対これトイレじゃないね。もしかして、男と待ち合わせしてるんじゃないのかないか。だってルナは友達になさそうだもん。でも、迷子になったらまずいし、ついていった方がいいんじゃないか。 <laughs> 二人とも、ちょっとルナの様子が心配だから、迎えに行ってくれよ。<え>酔ってる <laughs> 今の言い方絶対酔ってるえ<笑><笑>出来上がると早すぎませんか二人ともアルコール何パーセント飲んだんですかウィスキーですかウィスキー飲んだんですか赤酔うの早すぎる てるー、どこに行くのかなこの先には行かさないよ。ニナに関してはなぜ買えたなぜ売ってもらえた <laughs> その見た目で。いや、だからルナを迎えに行かないと。てる、な、何私は憎いのよ。あなたがどうしたん <laughs> なんだその感情のぼかす仕方は <laughs> ルナちゃんばっかりかわいがって私をおいあなたは私をどいてどこかに行っちゃうのねえ <laughs> あなたもって過去の男に何があったか知らんけど <laughs> 私は血を飲めば酔いは冷めるにゃ出る血を血をよこすんだにゃクソたちの悪い酔い方をしやがって おっさんかお前らは二人ともルナを持って買いに行ってくるんで先に花火会場に行っててくださいそうはさせるかディフェンスディフェンス <laughs> なその言い方は邪魔するなうわ、まあ、ちょっといきなり出すないきなりいつもホラーの時みたいな出し方するなお前 <laughs> 準備できなかっただろうが今だハハハハハハハ うん。えここはどこなの花火会場だよ。テルどうしたこれえテルくんえ私はどうしてどんなところに二人とも、酔いすぎてシャイにならなかったんで、ここに運んだんですよ。ニナはよぶいつぶれていて、まだ起きません。 そうだったのルナちゃんのほうはユニさん、俺はルナを迎えに行ってきます。あ、もうこれからなんじゃ。えルナちゃんはどこに行ったのそれを確認しようとしたら、あなたたちが邪魔したんでしょうがモコパトン前 <laughs>。そうだよ、お前 <laughs>。お前らにかまってたら、ルナちゃんがどっか行っちゃったよ、<laughs> さ、さあ。 ごめんなさいねてるそうはものならもうお席きやまないでくださいねわかったわ喋るのも早いなでもただ待ってるだけじゃつまらないからやっぱり飲むかもしれないよ <laughs> <laughs> お前意志弱、お前くまだ飲む気なのかじゃあここにいてくださいよルナと合流したらすぐ戻ってきますから みんなで一緒に花火を見ようね。約束を出る行ってらっしゃーお前はもう喋るな寝てろおみくじのところああ、そうかそうかそうか。今日やったもんな。これを結びに来とったんじゃ。何か、なんか怪しいことを書き下じとかそういうんじゃないやな。こ、これを結びに行かなきゃ。 これはそーっとしておいてあげたかったところだけどあれまだよこんなとこに一人で来たってなんかちょっと怪しいぞまさか大凶だったなんて言えないもんねでもお兄ちゃんも凶だったしついてないなあもうまさに一人でここに来たことがついてないことい始まりかもしれんぞ早く戻らなきゃ来たーあれなんだろう あれこっちへおいでーえおおあやつられてるやつられてるよどこに行こうかおみ,おみくじおみくじ男おったぞ行けルナは どこに行ったんだ赤い糸を辿っていけばどこにいたかわかるぞこっちはおみくじ売り場かおおジェイソンさんここにもいないどこだどこにいるんだこっちに歩いていたのが ここはあのキツネビが入っていた神社じゃないかままさか夢の中にルナ聞こえるかルナ赤い糸は伸びてるのに赤い糸伝では通じないルナに何かあったんだテルえ来きた ジェイソンさん。わ浴衣姿も美人。いや、そんなこと言ってる場合じゃないけど。久しぶりですね、テル。あジェイソン。さんわあ、セクシーな胸元が見えないよ、浴衣のせいで。ど、どうしてこんなところに。私もたまたまこのお祭りに来ていたのですよ。ほんとにたまたまがえー、テル君のことつけていたとか、そういうじゃないのか そしたら、あなたを見かけました。もしかし敵役かもしれない。敵かもしれない人物とこんなところでばったり会うか。彼女は誰かに何かある、生命を手に入れるために、俺たちを利用した。そして、彼女が残した、色欲という言葉を皮切りに、俺の、あ飛ばしてたごめんなさい。<laughs> ちょっと決定機、力入った。俺たちは色欲の謎を追っている最中だった。でも、まさか、ジェイソンさんの方から現れるなんて。 いや本当やでそういうで実はつ,いあつけてたんじゃないのかお前おらを監視してたんじゃないのかえ言ってみろお前また会えてよかったですテレブはどうしてそんなところにいるのですがいつも一緒にいるルナはどうしたんですかルナはこの神社の中にいるようなんですどうえここにどうして お祭りの最中、ここでキツネ火を見かけたんです。あれは俺やルナのように霊力がある人間を誘っていたのかも。もしかしたら、ルナは見入られて、この神社の中にの夢に入っていたのかもしれない。俺も危うく引きずり込まれるところでしたから。神隠しですね。テル、私も手伝いますよ。一緒にルナを助けに行きましょう。 この人、よくそんなことが言えるな。俺たちが疑っていることを知らないのかでも、これはチャンスだ。うまくリードすれば、色欲の情報を聞き出せるぞ。それに、ルナを助けに行かないと。わかりました。一緒に行きましょう。仲間に電話するので、待っていてください。オ k ケーですよ。 リナとユリさんは酔っ払っていたな今回は戦力にはならないだろう戦力扱いにするのやない,いつもだったらキラ先輩とチェリーさんはこの会場の近くにいるはずだ助けてもらおう繋がらないこんな時に繋がらないのですがどうしたんでしょうねえっ何その言い方 私が実は裏で手を回してますよみたいな言い方ジェイソンさんどうして助けてくれるんですかどうしてって <laughs> もしかして私を疑っていましたか疑ってるわ <laughs> 今はちょっとどうしたんでしょうねって言い方もちょっと怪しいもんはいおうなるほど 確かに私は自分の目的のためにあなたの夢見の力を利用し、本物の既成名を夢から持ち帰りました。でも、それはすまないと思ってたから、ドリームズで方向にいたのですよ。少しでもあなたに信用してもらうために。ただ利用しただけで敵とは、敵ではないと言いたいのか。安心してください。 私には誰かにりかわるぐらいしか能力がありません。テウと二人きりなら騙しようがありませんよ。はあ、あ。でもなんか、色仕掛けで騙しできそうな気がするもん。セクシーだからなぁ、ジェイソンさんは。わかりました。ですが、また後から騙しましたなんてはやめてくださいよ。オッ OK。<Okay. S 1> ジェイソンさんと。 き人せいて弓に,にメッセージは打っておこうそれじゃあドリー,ドリームリンクで弓の入り口を開きますオッケーですドリームリンク来ましたテレくんのお箱ドリームリンクこれで弓の中に入れるぞ行きましょう